はいどうもこんにちは、アモチャンネルンです。さあ今回ね、はいちょっとこちら見ていきましょう。はい、いつ見ようか悩んでおりましたが、ついに、僕の流れ出す時がやってまいりました。今回はね、結構すごいですね。トミカリミテッドヴィンテージネオの LVN292 の日野プロフィア40フィート海上コンテナトレーラー、東方車両の TC36H1C34 ですね。はい、結構ちょっと長いんですけども、こちらねちょっと楽しんでいこうかなと思います。はい、これねもう昨年の9月頃ですね、発売されたね、もう多分今までに買ったことないぐらいの大きさのねリミテッドヴィンテージネオですね。いやこれ本当にめっちゃ箱大きいんですよ。ちょっとこうトミカの箱とかで比べると、はいこんな感じです。本当あの何個分かっていうぐらいね、かなりの大きさになってましてね、普通のリミテッドヴィンテージネオとか比べると、はいこんな感じの大きさですね。9個分ぐらいかな、それぐらいのね、かなりスケール感のあるね、まあ、箱になっております。で中身もね、まあ、当然かなり大きいと思うんで、ね、よしじゃあ楽しんでいきましょう。ちなみにこれ、まあ、今はもうあんまり売ってなくて、価格はね2万円前後ですとか、2万円のミニカーを今回ねちょっと楽しんでいきますんで、ほんとじっくりといきますね。まずですね、箱全体ですがこんな感じですね。上の部分にはこのように、材質表示あります。まあ、細かいねパーツがどんな感じなのか気になる方はちょっとね停止ボタンを押して読んでみてください。かなりいろんなね材料とかが使われてますかね。で横には、はいこんな感じで今回の車両のこの前横のねイラストがこのように書かれてます。で蓋の部分ですね、蓋もねかなり大きいですけど、このようになっておりまして、で箱の背面と、はいこちらね今回のね車両の、まあ、簡単なギミックというか、まあ、コンテナのドアがね今回ねこちら開閉できるねようになってまして、でちょっとこの注意書きもあります。コンテナは大変重くなっております、角が尖っておりますので、高い場所からの落下など取り扱いには十分ご注意くださいということです。まあ、対象年齢がね15歳以上なんで大丈夫だと思うんですけど、取り扱い本当気をつけましょう。で別パーツで、ね、サイドミラーがあるんですけども、このように取り付けるといった説明も書かれていると。僕はもういつもねちょっとこれはもうつけないんで、今回も割愛させていただきます。じゃあねお待たせしました。ではではね、ちょっと楽しんでいきましょうか。よいしょ、開けるのがどうしたらいいんかなと、ここですね、ね、ちょっと丁寧に開けましょう。箱すらも本当破りたくないんでね、楽しんでるうちにね時期に傷んでくると思うんですけど、極力大切にしていこうかなと思います。よいしょ、これ大丈夫すごい心配よ、本当大丈夫かね結構硬い、ビリッとか言ったらもうショックでかいんでね、よし大丈夫大丈夫大丈夫、オッケー。でよいしょ、開けましょうか。あ、よし、お、来た、よし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 ね、もう言っても2万さ、僕ちょっとだけ安く買ったんで、でも1万8000ぐらいだったと思うんですけど、さあではいきましょう。お、発泡に入ってますね。そしてこの2つに箱分かれてるみたいなんで、ではいきましょう。まずこの上の方ですね、はいこちらの方からいきましょう。じゃあと蓋があるので何か分かりません。はいでもう1つの方、あ、こっちの方が重量があるんで、これがコンテナの部分かもしれませんね。はい、ダダーンと、はい出していきましょう。こっちはなんかちょっとテープで貼られてます、ね、ちょっと薄くてね見えにくいかもしれませんけど、ね、ちょっとこうセロハンテープが貼ってさあさあ、ではではどっちから行きましょうかね。とりあえずこれ置いといてこっちから行きましょうか。この上の方ね、おっと福引きの紙が入ってました。よし、じゃあこちら行きましょう。まずこっちの箱ですが、よいしょと、あ、車体ですね、はいはいはい、あ、こんな感じね。じゃあちょっとヘッドの部分からね見ていきましょうか。はいはい、わ、すごい、ちょっと後ろどけます。ではではちょっと楽しみにいきましょうね。わ、このメッキの感じもまたねギラギラしてていいですね。はい来ました、日野プロフィア。おお、もうほんと堂々とした佇まいです。さあそれではちょっとね見ていきましょう。まずですね全体ですが、ざっくりとこんな感じです。もうかなりね細かくちょっとね見ていきたいんですけども、はいこのようになっておりまして、いやーすごいですねやっぱね。この部分だけでまあ3000円ぐらい、5000円ぐらいかなするんですかね。おお素晴らしい。もう細かいね説明はちょっとなんで、ぜひね、ちょっとじっくりとご覧くださいね。気になるところは、ちょっと本当、ゆっくりと動かしますので、停止ボタンでも押してね、見ていただければいいかなと思います。ね、このグリルのもうメッキがすごいですね。何段だ ?4 段ですかね。すごいですね。で、このね、エンブレムもね、堂々とね、ついておりまして、で、ナンバーは緑でね、塗られてますね。すごいですね。で、内装もね、結構しっかりとこう、ね、色が塗り分けされてるんですよね。見えますかね。はい、こんな感じの色です。ね、見えていいんですけど。ライトの当て方難しいんですよ。あー、こんな感じね。このようにしっかりとね、色と、あとね、ディテールもね、細かくできてるんじゃないかなと思います。ね。いやー、かっこいい
ですね。でホイールもねシルバーメッキですし、タイヤはもちろんコム製です。ダブルタイヤかな、後ろはダブルタイヤですね。こんな感じで、であここにもスペアタイヤがあります。難しいね。でこの部分ねちょっとこう連結ねする部分になってるんで、このようにちょっとこう稼働する形で、あとこれがもうつなげるのか実際にはつながないかね、ちょっとこういったこうバネと言っていいか、サスと言っていいか、でこのようなものが2つついてますね。で後ろのここのね窓もバッチリなので、このようにね前まで見えますといった形ですね。あとナンバーこちら後ろも緑色ですね。でここのねレンズのところとかは、まあ、この辺はもうプリントで再現されていると。見えますかね、ちょっとピントが当てなかった。はい、こんな感じですね。いいね、本当に細かい、うん、バッチリですね。うん、まずこれヘッドの部分で、次に後ろ行きましょう。いきますね。はい、こちらの部分がまあトレーラーと言っていいんでしょうか。その部分なんですけど、今回はブルーですね。ブルーのフレームカラーになってまして、ではではちょっと出していきましょう。このタイプのねトレーラーの部分は僕もちょっと初めてなんですけど、この感じね。よし、ではではちょっと出しますが、引っかかっててちょっと出てこないんですよ。あれどこだどこだ、なんかひっついてるの、ひっついてるわけないか。出てきて出てきて、でこれ引っかかってんのかな。あ、これか、ここにちょっとなんか穴が開いてましたね。よいしょ、はい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 、来ましたよ。おお、結構そうですね。ここはあれかな、成型色なんですかね、ダイキャストではなさげなんですけど。ではねちょっとね見ていきましょう。はい、こちらですね、ブルーのフレームのね後ろのトレーラーの部分ですね。まあ荷台の部分ですけども、はい、こんな感じになってます。やっぱ形はねもちろんもう細かくできてまして、でこれサイドバンパーとかもあり、ここのねレンズは塗装が入ってますね。でタイヤが、片側3輪3輪でダブルタイヤになってるんで、全部で12個あるのかな、こうタイヤ自体が。すごいですね、タイヤ交換だけでいくらかかるんでしょうっていうくらい実際のサイズかなり大きいでしょうから、このサイズでねもうタイヤ全部交換になったらすごいお値段かかりそうね、コストかかりそうでホイールのねデザイン自体は全てね、まあ、このように同じものになってますね。かっこいい、まあ、ある意味この感じを本当、まあ、お手頃じゃないんですけど2万円ぐらいで楽しめるっていうのはまあありじゃないかなと思いますね。で、あ、これ後ろの部分にこれ東宝って書いてますね。今回の東宝車両の東宝というねロゴですかね、このように書かれてます。で後ろのねナンバーのところは緑で、あとその下にもね東宝の文字ね書かれてます。でレンズ関係は、塗装仕上げですね、このようにねなってます。ね、堂々としますね。で反対側のね側面ですが、まあこちら側もねもう反対側と同じくしっかりと細かくね作られております。でちょっと上から見てみるとピント合ってかな、はい、こんな感じになってます。でそこの部分で、はい、こんな感じです。さあすごいですね、ほんと堂々としますね。東宝車両のトレーラーの部分でした。じゃあ日野プロフィアとちょっとね連結してみましょうね。この2つをね連結してあげるとこうかな。あ、ちょっとこう真ん中の部分気をつけないとダメですね。よいしょ、ちょっと上に上げた感じで、ここにいいかな、よいしょ、こんな感じになります。もうすごい。いや、とりあえずね、もうこの後ここにコンテナが、乗るわけですけども、もうこの状態でもこの迫力はやっぱ、あと、ここのバネの扱いがちょっと難しいかもしれない。ちょっと稼働するんで広げときましょうね。ちょっとそんなに激しくね、多分手転がしするような感じじゃないと思うんで、まあ、軽く動かしとこうかな。あ、でも浮いちゃうか、やめとこう、ね、ちょっと前後のみにしときますね。ここのね、バネがどうしても、これがぐんぐん動いちゃうんで、手転がしでは、まあ、楽しみにくいっておかしいけど、ちょっと当たっちゃうんで、うん、あれなんですけど、まあまあまあ、しっかりとね、このようにね、前後はスムーズにすることができますね。曲がるときが、ちょっとこのバネの部分が当たっちゃうんで、取り扱いはちょっと気をつけたいかなと思います。はい、こんな感じです。とりあえず軽く押しておきましょう。はい、こんな感じになっておりまして、おーっと、ね、おぉ、まあもう本当迫力満点なんですけど、さあ、では、よいしょ、ちょっと。これあってっかな、ね、パーツ壊したら終わりなんでね。ではこのね後ろに乗せるちょっとコンテナも出していきましょう。そのコンテナがすごくちょっと緊張するんですけど、これですよ。さあさあさあ、では行きましょうか。と、もうテープはそのまま、あ、簡単に剥がれたね、剥がしとこうかな、これ、うん、そのうち色変わっちゃいそうなんでね。さあ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 、ではこっちも剥がれやすくね、乗せるうちに出しておきましょう。よいしょ、ここもいけっかな、ちゃんと。ないよー。どうせ剥がすなら切ってもいいか。
よし、行きましょう行きましょう。さあではでは来ますね。コンテナ登場です。あ、思ってたよりちょっとコンパクトに収まってますけど、あ、でもこれ重いんですよ。本当にすごく重いんでちょっと本当に気をつけたい。まずこのブリスターですね。ブリスターを取って、うわドンって言った、今すごい重量感よ。で出しますね。慎重にいきますね。うわ重った、重って、本当に重たいめっちゃ重たい。これほらドンって言ったでしょ。でこれ一回私はしまっときます。さあさあではちょっとやってきましたよ。コンテナの部分すごいちょっとこう後ろのこの紙も一回開けて取っときましょう。これね、おー、この開く感じもね、なんていうの、もうこの、あのね、伝わるかな、重量感がすごいのよ本当に全部金属なんですごい。もう開かないね、そんなことないかこうか、うわすごいな。後ほどまた開けましょう。よし、じゃあちょっとねコンテナ行きましょう。いやもうこれがお金かかってでしょうね。ほんとめっちゃ重たいね。ちょっと行きたいと思いますね。あー、あとでちょっと重量測りましょうかね。はい、まずですね全体ですね、はい、こんな感じです。もうほんとね、見たってね、見た目はねシンプルなねコンテナなんですけども、もう本物感が半端ないですね。はい、全体ねこのようになっておりまして、まあかなりの長さはありますね、手で比べるとこんな感じよね、わかんないけどね大きさね、わかりにくいですね、すいません。で、ね、このまず正面多分こっちだと思うんですけど、はい、このようにね文字ですね、まあ簡単なね感じで書かれてますね。でこれマークがあって、ちょっと後で大きくして確認したいと思うんですが、このようにしっかりとプリントで入ってます。でこの辺りのデザインと言っていいんかな、まあ、とりあえずデザインという表現にしておきましょう。このようにプリントでねこの辺りもきちんと入ってまして、で側面いきましょうね。はい、こちら側の側面まず全体こうなってます。まあここもね、はい、このようにちょっと近づいてプリントで入ってます。でこの波打つようなこの形状、これねわかります、ちょっと音であれなんですけどね、本当にめちゃめちゃしっかりできてます、すごいっすよね。で後ろの部分に、はい、ここにもねこのように文字とかねマークで表記がねちゃんと入ってまして、でここの角は、はい、こんな感じで入ってますね。で後ろのねこの扉のねパネル部分か、まあ、ここがね一番いろいろと書かれているんですが、はい、こんな感じの表記になってます。ちょっと細かい意味とかはわからないんですけども、なんかね数字とかねいろいろと書かれてますね、細かい。でここですね、これちょっと名称わかんないですけど、あのなんかドアのドアというか扉のこのロックですね、ロック ねこういったねこうちゃんと形とか塗り分けされてまして、でこのね扉をパカッと開けることができると、ね、こんな感じで、もうここももちろんねタイキャストでできてるんで本当に重厚感あるね扉になってて、で中もねもう奥の方まで見えますかね、ちょっと見えにくいかな、考えてましょう。はい、このようにしっかりとね荷室も確保されておりますね。ひょっとしたらトミカぐらい乗るんじゃないかと思いますね。はい、ちょっと乗せてみましょう。乗りますねあんまりねこういう遊びするもんじゃないと思うんですけどね、きっちりとトミカもね、きっちりとおかしいかトミカもちょっと乗せれるぐらいのねスペースがあります。多分3台ぐらい乗れそうですよね。中とか傷つけたくないんで、まあ、これ以上やらないですけども、本当はしっかりとしたねコンテナになってます。渋い。で反対側のね側面で、まあ、こちら側もね、まあ、シンプルですね。ここにねこのデザインが入ってて、で前の方ですかね、前方部にね文字やマークが書かれていると。で屋根の部分上ですね、はい、こんな感じです。こちらももちろんねこの荷付けをしっかりできてます。で底の部分はと、はい、このようになっております。でここの部分はかしめられてるんですかね、ちょっと見えにくいんで後で大きくしたいと思いますが、まあきっちりと止められてますね。おー、すごい、本当にもうとにかくね存在感が半端ないです。うん、でちょっと重さ測りましょうね、ちょっとあの簡易的な計測になるんですけどね、これでちょっと測りたいと思います。よいしょ、電池あるから久しぶりに動かすんで、あ、電池ないわ、ちょっと待ってくださいよ。よし、電池入れましたね。よし、ちょっとね、これがゼロにしたらいいかな。はい、ゼロ表記なので行きますね。ちょっと乗せてみます。ちょっとね今皆さんに見えにくいんですけども、はい、行きましょう。あ、ちょっと上からにしようか、せっかくなんでね、少しでもねちょっと数字が見えやすいように上からのアングルでいきますね。乗せます。コンテナの重さドンと、うおー、重いわそらね、もう 497g、 約もう 500g ですよ、1kg の半分ですよ。
ね、そりゃ重たいでしょおー、まあ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 、本当にすごね、普通のトミカが言ったらまあこれぐらいちょっと測っときましょう。これでね46ですよ、ね、これはまあほんと10倍10個ぐらい持ったらねこのコンテナの重さが分かると思いますんで、ぜひねトミカを10個手に持ってこのコンテナの重さをちょっと実感してみてくださいね。重った 0.5kg です。すごかったですね。はい、でですね、すっかりと忘れたところでしたけどもね、はい、本来はねこの後ろのね荷台に載せるべきものですので、よいしょ、ちょっと来てもらいましょう。ここにコンテナをねちょっと載せていこうかなと思いますが、よいしょ、ちょっとよし、でもう引っかかりとかないですから、そのままポンと載せるだけなのかな、これ。これでいいの、これでいいの、えいいですよね、はいはいはい、おお乗った、ちゃんと乗りましたね、おおすげえいやこれはねやばいっすよいやもうこう重重いし、もうこの存在感すげえなって思いますね。いやーこれはね、あのね、もう楽しんでいただきたいんですけど、まあまあまあちょっとねお手軽とは言えないちょっとこの価格帯なので、もう今ちょっと若干値段上がっててね、まあ2万円中間ぐらいのね価格帯なんですけど、ちゃんと乗ってるかなこれ、心配になってきた大丈夫でしょうね。まあもしね気になる方いらっしゃいましたら、ね多分ね今日本日ですよ、あの別のね確かコンテナートラックね、それが発売されたと思いますんで、それで、ね、体験することも可能だと思いますので、ぜひ、まあ、ね、ちょっとこの高級なコンテナトレーラートラックですね、ヒノプロフィア、気になる方いらっしゃいましたら、ちょっとチャレンジされる方はチャレンジしてみてください。僕はね正直ね、まあほぼ人柱みたいなところもあるっちゃあるんですけど、まあ、すごくね気になったんで買ってみて、まあ、全然後悔はないです。とてもね素晴らしい、ね、トラックになってたんで、気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、で、あ、ちょっとこう並べておこう、ね、はい、これぐらいの大きさの違いあります、はい、わかるかな、これぐらいですね、はい、こんな感じの、ね、違いありますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。まあ、ということで今回ねこの辺りにしていきたいと思います。ノブチャンネルのタルでした。皆様もチャンネル登録やコメント評価どんなお待ちだったのでよろしくお願いします。あとツイッターやねインスタもやってますので、そちらのフォローの方もねぜひよろしくお願いします。では今回もね最後までご覧いただきましてありがとうございました。他の動画でぜひお会いしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。